クロサギ、学名ジェアーズ・イキアラスは、スズキメクロサギ科に分類される魚の一種。本州、四国、九州、朝鮮半島南部の周辺沿岸海域に分布する、魚で、食用にもなる。学術的な調査等を除けば、利用の際は、大名サギ G ・ジャポーニカス、南クロサギ G ・アイナ等と特に区別しないことが多い。日本での地方名は、ゴンベ、イ、アブラッタイ、 卵、炭焼き、麦飯を、麦飯、甘木、バケラ、マケラ、アメ、アメヨ、アモ、シジュゴ、マキなど数多い。生魚は全長25センチメートルに達する。体はガワヒラタシ公用樹の葉のような体型である。目が比較的大きく、目の前にフンガトがある。顎は目形と同じくらいで大きくはなく細かい葉が並ぶ。程度だが、餌を漁るときに、 筒のように全下方に突き出すことができる。通常は、筒上部を、頬の内側、口の上側へを折りたたんでいる。伸ばす時には、下側はあまり動かず、細長い前、上あご骨柄状突起で支えられた上の口が伸び、結果として全下方に突き出す。背びれは一気で九棘十何条、尻びれは三棘七何条で、どちらも前の棘状が長い。尾ひれは、V 字型に深くに刺し、 体高と同じくらいまで広がる。体色は背面が泡褐色、側面から腹部にかけては銀白色だが、興奮すると背中や体側に不規則な褐色の雲城紋が現れる。背びれは先端が黒く縁取られ、腹気と尻びれ前半部は黄色を帯びる。大名詐欺は背びれが重と下級難上であること、体高が高いこと等で本種と区別できるが、 外見も生態もよく似ており、漁獲や利用の際にはまず区別されない。本州、四国、九州、朝鮮半島南部の周辺沿岸海域に分布する。奄美大島以南の南西諸島には分布しない。類似種の南クロサギが南西諸島以南に分布しており、種ヶ島、薬島産はクロサギか南クロサギか不明とされている。生魚は沿岸の旋海に生息し、 海底付近を遊泳する。驚くと砂泥に潜って隠れることがある。食性は雑食性で、多毛類や小型甲殻類などの低生生物を捕食するが、藻類も食べる。切除の際は口を前に突き出して、周囲の砂泥ごと餌を吸い込み、後から砂泥を吐き出す。産卵期は夏で、夏から秋にかけては全長1から5センチメートルほどの稚魚が、 内湾の波打ち在付近で観察される。河口の寄水域にも出現するが、淡水域までは遡上しない。これらの稚魚は数尾ほどの小さな群れを作り、スーッと直線的に泳いではピタッと止まるという特徴的な泳ぎを繰り返す。黒大やキチヌの稚魚も同様の泳ぎ方をするが、本種や大名サギの稚魚は褐色の雲上門と背びれの黒い縁取りで区別できる。 2歳、全長 14cm から繁殖に加わり始め、8歳で全長 20cm 前後に達する。成長は、メスの方が、やや早い。生魚は釣り、低地毛、刺し網、地引き毛等の各種沿岸漁業で漁獲される。普通種だが流通するほどの価値はつかず、ほとんどは、漁獲地周辺で消費される。身は白身で、脂肪が少なく柔らかい。煮付けや、 塩焼き等で食べられる。A.B. 神原敏春著、岡村治布補定エコロン自然シリーズ魚1966年初版、1996年、海底保育者 ISBN45 億8632万 1091ABCD 岡村治天岡国を監修、産経カラーメーカー日本の海水魚1997年山と 警告者 ISBN46 億3509万 272ABCDE 鹿児島の自然を記録する。改変。川の生き物図鑑鹿児島の水辺から2002年。南方新社 ISBN4 億9313万 7669X 岩月雪を群れだ海底をつつく黒詐欺。週刊朝日百科動物たちの地球9万185ページ。朝日新聞社。 1993年3月21日、ありがとうございます。